出会いは突然だった。興味ないわけ？綾瀬かえで誰だっけ？信じらんない。かえでといえばアイドルグループハニーボーンの元メンバーで、2年前に脱退してからはイケメン俳優として大活躍。 CM 契約数若手ナンバーワン、恋人にしたい男性有名人ランキング3年連続1位、今やメディアで見ない日はないと言われる超スーパースターでしょ。って聞いてる？ひななは興味ないもんな、芸能人にもイケメンにも。そうそう、あーちゃんの言う通り。さすがはクラス1の真面目キャラ、人生損してる。私の毎日は とても規則正しい。5時起床、5時10分植物に水やり、続いてラジオ体操。ひなな行ってくるな。よろしくね。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。6時洋食屋の営業で忙しい両親に代わって朝食作り、万歳。6時30分妹すずのお着替え、はい。7時登校、お母ちゃん。はい。あ、はい。はい、お待たせしました。お待たせ。18時すずのお迎え。ただいま。19時帰宅。はい、ただいま。足は靴にぴったりはまりました。王子様はシンデレラの前にひざまずき言いました。ようやくあなたを見つけました。私と結婚してください。平凡な毎日の繰り返しでも、誰にも言えない。本当は王子様みたいな人と恋がしてみたいなんて。エキストラ？うん、あの綾瀬楓がさ、今この辺りで映画の撮影してるらしいんだけど、今度の土日にうちらの学校でも撮影するんだって。それで何人か高校生役のエキストラが必要で、うちら生徒会に声がかかったの。あ、でもひなのは難しいか、勉強あるし。やる。え？やるの？頼まれた仕事は断らない主義なので。あの綾瀬楓がこの壁の向こう側にいるなんて。お二人、前のお二人ちょっとお願いします。後ろの方、こっちのテーブルでお願いします。あちらでお願いします。あ、ごめん。
王子様。やばすぎた。あんなイケメンこの世に存在すんだね。国宝級だよ。そうかな。あんまりよく見えなかったわ。あ、ちょっと午後の撮影前にメイク直してくる。87 85 86。嘘。おお、早瀬楓。うん、 JK のケツはムチムチでたまんねえな。聞き間違いだ。うん、そうだ。86。別人。うん、そうだ。誰が別人だって？え？いや、なんでもない。それよりお母さん、今日出かけてもいいかな？夕方までには戻るから。そんなの聞かなくていいって言ってるでしょ。行ってらっしゃい。ありがとう。今日も早く来すぎちゃったな。よかったね、クマさん取れて。うん。あれってやっぱりすずが欲しがってたやつだ。よし、もっと右。え？いいから。はい、右。よし。え？そこだ。はい。また会った。86センチ。早瀬さん？嘘。あれ楓？嘘でしょ。早瀬さん、あの顔、早瀬さん、早瀬さん、早瀬さん、どうしよう。行くよ。
ここまで来れば大丈夫。あの。ああ、ごめん。どうしてあそこに？今日の撮影残り夕方からだから、合間にね。このフォルム最高なんだよ。ボリューム、カーブ、柔らかさ、すべて完璧。独特な趣味をお持ちなんですね。すみません、私今から映画見に行くので失礼します。大丈夫？あ、大丈夫です、大丈夫です。綾瀬さんがお尻星人だっていうことは絶対に言いませんので。お尻星人？安心してください。変な子。どうしよう、もう一生手洗えない。いいね、超穴場じゃん。なんで？君恋愛映画好きなの？あ、まさかたまたまですよ、たまたま。俺はどんな物語でも興味持つけどね。あ、始まるよ。Nous nous sommes trouvés. Est-ce aussi un miracle? Non. C'est le destin. Pourquoi ne pas croire à ce destin? Je ne savais pas que j'étais aussi sot. S'il te plaît.Laisse tout tomber. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais, laisse-moi te le dire.嘘つきました。私恋したことがなくて、本当は憧れてるんです。おとぎ話みたいな恋がしてみたいなって。あ、分かってます、そんなの無理だって。でも真剣な人に嘘をつくのは良くないなと思いまして。どうしました？脱いで。え？あ、靴脱いで。はい？いいから。はあ、使って。でかいけどヒール壊れてるよりマシでしょ。え、いや、でもそれじゃあ綾瀬さんが。ああ、近くに車止めてあるし、つうか俺のせいだし。じゃあ帰ります。あ、君ならちゃんと恋愛できると思う。親御さんとも相談して今週中には提出してね。どうしたものやら。
手堅くいきますね。ひななはさ、勉強以外にやりたいこととかないわけ？ない。ピアノは？ピアノはもう本当にやらなくていいのかよ。どれだけお金かけてもプロになれる保証はないし、勉強は裏切らないから。せめてさ、JK らしく恋の一つや二つ楽しんでみたら？ねえ。ああ。恋なんて受験勉強の邪魔になるだけだよ。届けに来ただけなんで騒ぎにしないで。足貸して。あれ？今ちょっとおとぎ話みたいかも。今目の前に王子様が現れました。とんでもないことが起きてしまった。待ってください。靴ありがとうございました。わざわざいいのに。あ、すみません。型崩れ防止と消臭効果があるので一応。あ、臭いとかそういう意味じゃありませんよ。今度、君の名前教えて。お気になった電話番号は、現在使われておりません。話して。聞いたやろ、次の仕事のこと。まあ、シュウが俺の恋人役やるって話。嫌やないん？俺は役者としてシュウを尊敬してる。心強い。それ聞いて安心した。よろしく。精神ね。こっちはからかわれたせいで食欲が減って自慢のお尻が再スタートしましたけど。あの事件以来なんか様子おかしくない？まさか綾瀬楓と何かあったとか？なわけないだろ。だよね。相手はあのスーパースターだもんね。
おはようございます。あーつさん入られまーす。おはようございます。チヤホヤされていい気なもんだよな。さあこれだから柏上がりはよ。本当っすよね。大してできないぜ。あー窒息しそう。お前嫉妬買いやすいんだからよ、振る舞いには気をつけろよ。はい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 って聞いてんのかよ。お前に俳優としての実績は足りないのは事実だ。人気は一瞬、本物は一生。後者にならない限りこの業界じゃ生き残れないからな。あ、しげちゃんちょっと出てくる。聞いてねえじゃねえか。すぐ戻るから。あれ85センチになった？綾瀬さん？いかにも綾瀬さんです。俺電話待ってたんだけど。え？何十回もかけました。何度も何度も番号確認して。証拠ならあります。あ、これ前の携帯番号だ。え？ごめんごめん、次はちゃんと教えるよ。もういいです。からかうのはやめてください。私はあの時からずっと名前を知ってほしいと思ってました。でももう期待するのはやめます。失礼します。していいの？期待。今何を？ちゃんとあの日のこと全部覚えてるよ。俺もずっと君の名前知りたいって思ってましたけど。名前は？花沢ひなのです。花沢ひななさん、今度俺とデートしない？小学生か。わかめちゃんか。でお父さんのじゃん。何選んでるの私。パンチラとかしたら大変だし。あーちゃん来たよ。うちの店で余っ、見てない。何も見てねえから。お待たせひなな。わざわざ迎えに来ていただいて。あれ、ひな、今名前で。さあ乗って。失礼します。あの、
今日はどちらへ？俺の部屋。え？広い。広すぎる。飲み物出すから適当にくつろいでて。くつろいでと言われましても。本当にお芝居が好きなんだ。ここなら誰にも見られる心配はないし、何でもできるでしょ。何でも。あ、今エロいこと想像した。何言ってるんですか。いい写真ですね。すごく楽しそうでしょ。ひななは普段家で何してるの？勉強です。趣味は？勉強です。すみません、私何の取り柄もなくて。ごちそうさまでした。あるじゃん。え？あ、映画でも見る。ひななが好きなやつ何でも選んでいい。いいんですか？まさかこんな気まずい。どうして私を誘ってくれたんですか？騙された。まつげついてるよ。え？何やってんだよ。なんだ、しげちゃん早かったね。しげちゃん、俺のマネージャー、独身で寂しいからって時々うちに泊まりに来るんだ。誰、君に？てか降りて離れてもらう。紹介するよ、俺の彼女。彼女？あ、ダメ。じゃあ決まり。君年いくつ？16です。何考えてんだお前。相手高校生だぞ。 JK16 歳、ありえねえだろお前。この業界人気商売なんだぞ。ったくお前、こんなことが世間にバレてみろお前。不死だらだの不純だのって叩かれて、お前の人気一気に地に落ちんぞ。連ドラの主演も決まって、今が一番大事な時期だっちゅうのによ。分かってるよ。分かってんなら何でこんなことすんだよ。空気清浄機みたいなんだよな。
何？邪魔しないでね。ちょ、やばい、楓連ドラだって。え？ラブストーリーだって。楓の彼女役とか羨まー。彼女夢じゃないよね。ひなな、ごめん。レンドラの撮影でしばらく会えそうにない。あの情緒不安定、間違いない。男だな。男？うかうかしてるとどっかの誰かに取られちゃうよ。別に俺は関係ねえし。いってえな、何すんだよ。失恋の痛みはもっと痛いよ。悪いな、手伝ってもらっちゃって。ううん、それよりおばさん大丈夫？ただのぎっくり腰、安静にしてれば治るって。そっか、よかった。あ、そっちの花柄摘んでおくね。ありがとう。あきらくん、ひななちゃん、若い夫婦みたいね。そんなんじゃないですよ。あ、でもあーちゃんのお嫁さんになれる人は幸せ者ですね。だったらさ、ひななが俺と結婚すればいいじゃん。え？ああ、びっくりした。あーちゃんが真顔で冗談なんて珍しいね。はい、ルーシーグレイです。え、撮影用に？今からですか？失礼します。西岡さん、お花来ました。はい。あ、どうも。ありがとうございます。川口さん、抜けのグリーンこれでいいですか？うん、ありがとう。はい、じゃあ本番いきます。よーい、スタート。本当にもうこれで終わりなの？ねえ、なんとか言ってよ。なんで？人来るからあっちで話そう。ごめんなさい、見るつもりなかったんですけど、幼なじみのお花屋さん手伝ってて、ちょっと花を届けに。いや、こっちこそ嫌なとこ見せたかも。いやいや、あまりに綺麗でつい感動しちゃって。綾瀬さんの演技、すっごくすっごく素敵でした。
鳥肌が立つくらいドキドキしちゃいました。え？じゃあなんで逃げたの？それはお仕事の邪魔したら悪いかなと思いまして。なんだ、そっか。でも私の初めては綾瀬さんがいいな。ここは仕事場です。あ、いや、今とか。キスの予約完了。他の男に触られないように。今日ですか？そう、急に撮影が休みになって。デートしない？ひなな、なんかあった？すみません、今日はやんごとなき先約が。やんごとなき先約？はい、今家族がおばあちゃん家に帰省中でいないので、幼なじみの誕生日会をうちでやるんです。ああ、あの花屋の？はい、あーちゃんって言うんですけど、毎年お互いの誕生日をお祝いする大事な友達で。分身の術ができればよかったんですけど。いい？途中で私が腹痛に襲われフェードアウト。ひななと二人っきりにしてあげるから。浜辺明、今日こそ男見せなさいよ。どうぞ。お邪魔します。こんにちは。ですよね。ちょっとどういうこと？お誕生日おめでとう、あーちゃん。あーさん、違います。あーちゃんはこっちじゃなくて。こっちです。男？ひなたの彼氏が楓様だなんて。私、磯山ひかるは二人の恋を全力で応援いたします。裏切り者。ありがとう。三人は昔から仲いいの？中学が同じで。あ、でもひななとあーちゃんはもっと前から。まあ、伊賀近所なんで。あ、また残してる。ちゃんと食べてよ。うるせえなあ。あーちゃんこう見えて昔は背が低くて泣き虫だったんですよね。俺が身長抜いた時、悔しがって牛乳飲みすぎて腹壊したのどこの誰だっけ。ちょっと余計なこと言わないでよ。あーちゃんだって小2までおねしょしてたくせに。お前な。あ、こんな感じでいつもお送りしてます。あ、ケーキあげたかも。私も手伝う。本気なんですか、ひななとのこと。え？あなたのような人がどうしてあいつと。あいつは全然恋愛とかしたことなくて純粋なんです。もし本気じゃないなら近寄らないでください。っていうか君、ひななが好きなんだ。悪いけど勝負に出てない奴にとやかく言われたくないな。そっちだってひななのこと何も知らないくせに。こっちは長期戦なんです。とにかく俺諦めませんから。じゃあ、あーちゃんお誕生日おめでとう。本当に大丈夫なんですか？二人にバレちゃって。
ひななの大事な友達でしょう。なら信頼できる。早瀬さん、それよりひななは帰らなくていいの？おばあちゃん家。私はその勉強が忙しいので。でももちろんお忙しい綾瀬さんとの時間は最優先事項です。なら今度はひななと二人で会いたいな。え？つうかあんな仲いい男いたんだ。綾瀬さんほどの方でももしかして。いやでもそんなわけないですよね。俺は君のことだと結構余裕ないんです。開いてるよ。はい。お邪魔します。いらっしゃい。ひななって意外とむっつり。まさか。早く乾かして服着ないと風邪ひきますよ。じゃあさ。え？どうですか？なんか恋人っぽいね。秋に撮る映画がピアニスト役でさ、練習中なんだけど結構難しくて。大丈夫ですよ。え？昨日できなかったことが今日できるようになったり、ピアノは練習すればするほど上手くなります。それにどの鍵盤をしても必ず心地いい綺麗な音が聞こえてくるので、その音色を楽しんでるうちにきっと弾くのが楽しくなりますよ。ひななやってたの？ピアノ。昔少し習ってて。でもピアノってすごくお金がかかるので、プロになれる保証はないし、両親に申し訳なくて今はもう。私モラーレッコなんで。あ、でも今の両親とは普通に仲いいですよ。後悔してない？はい。はい、乾きました。ありがとう。息抜きしたくなったらいつでもおいで。ありがとうございます。すず、お待たせ。 お姉ちゃん遅い。ごめんね。最近なんだか楽しそうじゃない？彼氏でもできたの？行くよ。あ、いいよいいよいいよ。ありがとう。待って、じゃあお店頑張ってね。ありがとう。気をつけて帰るのよ。うん。話してはくれないか。
俺のせいです。いつでもっていつだろう。あれ、どっか行こうよ。いや、これからスケボー行くから無理だ。え、じゃあついてて。どうですか。今ついてて。ひなな、どうした。あ、いや、別に。昨日の楓のキスシーン見た。見た見た、超喜んだ、あれガチだったよね。シュート本当にできてたりして、てかあの二人昔付き合ったらしい。うわ、絶対より戻るパターンじゃん。あんなチューしちゃったらね。やば、マジか。え、ルンちゃん知ってたの。楓ファン歴5年の知識なめんなし。ひなだは知らなそうだから言わなかったけど、2年前に付き合ってて、でもお互い仕事が忙しすぎて別れたらしいよ。内田修さんと私って全然違くない？私全く勝ち目なくない？ない。ルンちゃん、あの綾瀬楓だよ。元カノなんか気にしだしたらキリないって。やめときな。でもさ、昔付き合ってた人とチューするってどんな気分なんだろう。そっかそっか、ひななはまだキスすらされてないか。私こんなで彼女って言えるのかな。言えないね。内田柊の方が断然現役感あるね。ルンちゃん冗談だよ。やっぱりさ、ひななに足りないのは色気だよ、色気。周り何も見えなくなるほど。絶対成功させような。あ、なんで相談しねえんだよなあ。何のために俺らがいると思ってんだよ。来てしまった。男を惑わすシンルージュ。よし、誰？押し間違いみたい。あれ？留守かな？こういう時は合鍵さん出番ですよ。何話したいことって。
失礼します。ひなな、ちょっと、ひなな、待って。そりゃそうですよね。シュウさんの方が何千倍も綺麗で。色気もあるし、大人だし、惹かれて当然ですよね。ひなな、どうして私なんですか。私なんてお腹も出てるし、恋愛経験もないし、不釣り合いなのに。綾瀬さんが分かりません。私とは住む世界が違いすぎます。帰ってくれる？ドラマのワンシーンみたいやね。は？超修羅場やん。あんな女子高生のどこがええの？ずっと後悔してたんや。楓くんがファニーボーン抜けて一番辛い時、仕事選んだこと。あの時の私には楓くんを支える自信がなかった。でもどんなに仕事が充実しても、楓くんのことがずっと頭から離れへんくて。この夏一緒に過ごして分かったん。私は今でも楓くんのことが好きなんや。なあ、私らやり直さへん？私なら楓くんのこと誰よりも理解できる。来てくれてありがとう。いえ、ひなの様子は？まだ食欲もないみたいで、部屋にこもりがちで、私が何聞いても大丈夫としか言わなくて。ただいま留守にしております。不法侵入です。何があった？みんな心配してるよ。学校でもずっと元気ないし。何かあったんだろ、綾瀬さんと。もうやめろよ、あんなやつ。今のひななはすげえ辛そうっていうか、俺だったら絶対そんな思いさせない。あーちゃん、ずっと前からひななのことが好きなんだ。ひななの気持ちが俺にないのは分かってる。でも辛そうなひななを見たくない。笑っててほしいんだ。
いきなりごめん、こんなこと。すぐ飽きやね。え、はい。女心と秋の空、これほんま女心やのうて男心やったって知ってた？え、あ、いえ、私と楓くんより戻すことにしたんよ。だからもう金輪際楓くんと会わんといて。今日はそれを約束してもらおう思って。な、聞いてる？やっぱりお美しいですね。この世のものとは思えないくらい。え？お顔もちっちゃくてお人形さんみたいで、ずんぐりむっくりの松ぼっくり体型の私とは全然違います。松ぼっくり、あれから考えてみたんです、シュウさんに勝てるところ。でも一つも見つからなくて、道理で私はキスすらされないなって感じで。男を惑わすって言うから3600円もするルージュだって買ったのに、あんまりですよ。でもこんなの初めてなんです、こんな気持ちになるの。一目会えるだけで嬉しくて、綾瀬さんの笑った顔もいたずらな顔も少し拗ねた顔も全部全部見ていたくて、綾瀬さんにとってはただの気まぐれかもしれないけど、やっぱり私は綾瀬さんが好きなんです。後戻りできないぐらい好きになっちゃったんです。あー、アホらしい。あんたほんまにアホやな。やり戻したなんて嘘に決まってるやん。本当は楓君に振られた腹いせにちょっとあんたに意地悪して、なんやったら楓君との仲壊したろうぐらいに思っとったのに、なんなん、アホすぎて繊維喪失、拍子抜けや。それに大切な人ほどできへんキスもあるんやで。
あーちゃん。私今まであーちゃんの気持ちに全然気づけなくて本当にごめん。ひなな、嬉しかった。あーちゃんに好きって言ってもらえてすごく嬉しかった。でも私が好きなのはやっぱり綾瀬さんなんだ。こんなこと言って傷つけちゃったらごめん。でも真剣に伝えてくれてるあーちゃんに嘘つきたくなくて。ひなならしいな。そんな顔するな。ありがとう。来たよ。え？こないだは本当にごめん。シュートは何でもないんだ。あれからずっと考えてた。君に言われたこと。俺の方こそ君に普通をあげられない。外で堂々とデートもできなければ手をつなぐこともできない。でも初めて会った時から君のこと目が離せなかったんだ。熊一つ取るのに真剣で、俺の趣味知った時屈託なく笑ってくれて、食事の時ちゃんと手合わせたり、魚の食べ方綺麗だったり、そういうの全部グッときて、会うたびどんどん君のこと好きになった。俺が好きなのはひななんだ。君のそばにいたい。早瀬さん。そう、ダセーな。私の方こそごめんなさい。綾瀬さんの話聞かずに逃げ出したりして、私も好きです。綾瀬さんのそばにいたいです。なんて人の多いとこ大丈夫かな。え、嘘でしょ。
ようこそ、ひなな。これは一体。貸し切った。え？夏休み、デートらしいデートできなかったでしょ。今日は楽しもう。はい。よし、行くぞ。実は俺さ、遊園地初めてなの。え？林さん、大丈夫ですか？大丈夫です。苦手なものとかあったんですね。いやいや、初めてだったからね。じゃあもう一回乗ります？いや、大丈夫。今、クマのお尻見てましたよね。つい癖で。また乗ります。うん、おいしい。よっ。何やってんだ俺。ひなな、どうした？あ、すみません。もう少ししたら帰らないと。そっか。今日はなんだか夢みたいでした。綾瀬さんと二人きりでこんなとこに来れるなんて。俺もだよ。初体験の相手がひななでよかった。初体験だなんて、そんな。最後に一つだけわがままをよろしいでしょうか。何？手をつなぎたいんです。え、もうつないでるけど。あ、いや、そうじゃなくて、こういった方向性でお願いできればと。そんなこと？憧れてて。恋人つなぎって大人の仲間入りっていうか、本物の恋人って感じがするっていうか。ひななはさ、もう少しわがままになってみてもいいんじゃない？いやいや、もうこれ以上はお家に帰らなきゃですし、心の準備が。本当はまだやりたいんじゃない？ピアノ。やりたいこと諦めるって辛いよな。一つ言えるのは、ひななが何選ぼうと俺はひななを応援する。綾瀬さん、ねえ、目閉じて。え？いいから。
いいよ。これ彼氏ですから。Girl, only wanting to be with him, just with him. So he takes her hand and shows the place that she has never been to. Up all night on the phone, can't take a breath. He's telling her now, pull me closer and we won't grow old in this moment. We have it all. Pull me closer, not let time pass by. 今度の日曜日は誕生日デートですか？お相手はもちろん、あの方よ。でも今年の好きだ。ひなのくせに大人の階段上っちゅう的な。ちょっとルンちゃんやめてよ。はい、これちょっと早いけどプレゼント。男を惑わすならツヤ肌だよ。今日から8時に寝ます。何？お前今どこだ？すぐに迎えに行くから事務所に顔出せ。え？おはよう。おはよう。以上、今日のお天気でした。続いてはこちらの話題、スクープです。人気俳優綾瀬楓さんに新恋人がいると今日発売の女性イレブンが報じています。嘘。記事によりますと、お相手は一般の女子高生ということで、人目につかないように綾瀬さんの高級マンションに。やだ、女子高生。ひななと何をするの？ひなな、交際は事実ですか？速やかきっかけを教えてください。女子高生との交際は可能でしょうか？相手は女子高生と言われていますが、本当ですか？おい、手をつけろ早く。なんだよ、マジかよ。あいつ何やってんだよ。ひなな、大丈夫か？私のせいで林さんが。もう見るな。どうしよう、どうして。見るなって。謝りに行かなきゃ。何言ってんだよ。だって私のせいなんだもん。私があの日、林さんのマンションの中に行ったから。ひなな、待ちなさい。離して。ねえ、離してよ。ひなな、落ち着いて。謝りに行かないと。お母さんの目を見て。今あなたが言ったところで何の解決にもならない。
そうでしょう。どうしたらいいの。困らせたかったんじゃない。そうじゃないのに。ネットの書き込みなんて全部全部嘘ばっか。林さんはとっても大事にしてくれた。しだらでも何でもない。ひなな、好きな人と一緒にいたかっただけなのに、どうして。そうだよね、悔しいよね。お母さんは分かってる。分かってるから。ごめん、しげちゃん。迷惑かけて。これ、マスコミに流すぞ。事態を収束させるためだ。今のお前があるのは、お前だけの力じゃない。このままだと、お前を支えてくれた大勢の人たちを裏切ることになる。全部分かってたんだ。あ？でも止められなかった。自分でも信じらんないんだけど、初めてなんだこんな気持ちになったのは。彼女が隣にいるだけですげえ嬉しくて、どんなに疲れてても1分1秒でも会えるなら、ひなののそばにいたいって思う。大切なんだ。彼女を傷つけることだけはしたくなかったのに。もしもし。楓と付き合うってことがどういうことかよく分かったろ。本当にすみません、私のせいで。あ、いや、君だけの責任じゃないよ。俺も少なからず君に情が移ってたし、君がいい子だってこともよく分かってる。だけども、相手には会わないでくれるか。あいつには俳優としてどうしても成功しなきゃならない理由があるんだよ。どういうことですか。楓が昔ファニーボーンっていうグループにいたの知ってるよね。はい。世間じゃ楓が俳優に転身するためにグループ裏切ったとかもいろいろ言われてるけどさ、実際そうじゃない。
あいつは歌をやめざるを得なかったんだ。え？2年前ファニーボーンが夢だった全国ツアーを初めて実現させた時に、体中に走る rush from baby just one kiss kiss thank you。彼は喉にひどい炎症を起こして痛みを抱えていた。でもずっと5人で目指してきた舞台にどうしても穴を開けたくなかったんだ。よっしゃ。一人だけさ、いつもさ頭の火事の動きちょっとずれてるんだよ。嘘じゃん。え、ずっと楓はその痛みを隠したままツアー中歌い続けた。そのせいでなんでそんなになるまで黙ってたんだよ。言えるわけないだろ。あ？ずっとみんなで目指してきた舞台なんだ。俺のせいで台無しにできるわけがない。ふざけんなよ。お前が歌えなくなったら意味ないだろ。なんで相談しないんだよ。何のために俺らがいると思ってんだよ。ごめん、もうみんなとはやれない。それから楓は俳優という新しい夢を見つけてたった一人で上目指してきた。かつての仲間に心から胸を張れる自分でありたいと願ったからだ。あいつのことを思うなら楓の夢を応援してやってほしい。綾瀬さん、ごめん、こんなことになって。私のせいなんですから。違う、全部俺がいけなかったんだ。結局俺は君を傷つけてばっかりで。私なら大丈夫です。もういろいろびっくりすることには慣れちゃいましたから。綾瀬さんに出会ってから私の毎日は驚きの連続でした。突然学校に現れたり
突然おかしなことをされたり、マイペースで変わってるけど、その分とってもまっすぐで、私はずっとドキドキしっぱなしでした。どんな映画を見るよりもスリリングで楽しくて、初めて恋をした相手が早瀬さんで、本当に良かったです。もうおとぎ話は終わりにします。今まで本当にありがとうございました。情けなくて涙も出ないな。今日誕生日だったのにおめでとうも言えなかった。しょうがねえよ。帰るぞ。内容はだって大変、楓が今から記者会見やるって。え、記者会見？記者会見会見だって。やばいやばい、やつ始まるかな。来る？え、見たくない。この度はお騒がせしてしまい大変申し訳ありません。報じられている女性との関係ですが、僕が一方的に彼女に惹かれていたことは事実です。相手は女子高生ということですか？問題になるとは思われなかったんですか？あってはならないことをしてしまったと思います。でももう二度とないと思ったんです。こんなにも誰かを好きになれることは。ですが結局自分の立場をわきまえず軽率な行動をとり、その結果彼女やファンの皆さんを傷つけてしまいました。すべては自分の甘さが招いたことです。もう彼女に会うことはありません。
これからは俳優として一からやり直す覚悟で仕事に邁進してまいりたいと思います。やっぱり現実は絵本の世界みたいにはうまくいかないんだね。泣けよ、好きなだけ。我慢すんな。会見見た。こんな時でもまだ一人で抱え込む気か。どうしてお前いつもそうやって一人で抱え込むんだよ。いい加減分かれよ。辛い時は辛いって言え。もっと頼れ。仲間なんだから。こんなとこでつまずいたら、承知しねえからな。Congratulations. Thank you. You've done a very good job. Thank you so much. また日本の俳優が最優秀主演男優賞を受賞するのは史上初となります。それではここで改めて綾瀬楓さんのデビュー会
からの軌跡を振り返ってみましょう。2014年にアイドルグループ、あれ今日先行ってるんじゃない？ああもう行く。お前こそ主役なんだから絶対遅刻すんなよ。はいはい。あ、しげちゃん。あ、パーティーの後大事な話がある。待たせひなな。ううん、全然。バイト抜け出してきてくれたの？どうしても今日渡しておきたくて。お誕生日おめでとう。これ、今日夜にはバイト終わるから一緒に見よう。ありがとう、あーちゃん。本日はこのような場を設けていただきありがとうございます。ずっと目標にしてきた賞をいただけて大変光栄です。今日までいろんなことがありました。でも今はこの道に進んでよかったと胸を張って言えます。これまで僕を支えてくれたスタッフの皆さん、ファンの皆さん、そして仲間たちに心からお礼を言いたいと思います。本当にありがとうございました。ごめん、バイト抜けられなくて行けなくなった。頑張って。楓君、おめでとう。シュー、来てくれてありがとう。ええ男になったな。私とより戻さへん？将来お尻ランド作る予定だけど、それでもいい？なんやそれ。楓ごめん、これ渡しそびれてた。Nous nous sommes trouvés. Est-ce aussi un miracle? Non, c'est le destin.Ne pas croire à ce destin. Je ne savais pas que j'étais aussi sot. S'il te plaît, laisse tout tomber. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais passion, mon gars. Vous êtes trop nerveux. Don, 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 don. Oh, les gars!ほんとよかった、素晴らしかったよな。ほんとよかった、めちゃくちゃよかった。お前らには全然ないよ、そういうところ。ほんとよかったよな。ほんとに俺だってさ、皆さん、本日は楓のためにありがとうございます。ここでですね、日頃の感謝を込めて私の方から一曲披露したいと思います。曲名は
若者たち君の行く道は果てしなく遠いなのになぜ歯を食いしばり君は行くのかそんなにしてまで君の行く道は希望へと続く空にまた日が昇る時若者はまた走り始める。綾瀬楓様、突然のお手紙お許しください。えい。ひななはもうすぐ20歳の誕生日を迎えます。一つどうしてもあなたに伝えたいことがあります。あなたと別れてからもひななはずっとテレビに映るあなたに恋をしていました。勝てっこないですよ。だって綾瀬さん街の至るところにいるんですもん。ひななはいつだってあなたの出演する作品を見て勇気をもらっていました。悔しいけどあいつにはあなたが必要なんです。あなたじゃなきゃダメなんです。最後にいつかの誕生日のお礼を送ります。3年前君とここで別れた時決めたんだ。誰にも文句言わせない男になって必ず君を迎えに行くって。ずっと会いたかった。やっぱり俺にはひななが必要なんだ。綾瀬さん、誕生日おめでとう。
これから先の未来、俺と二人で歩いてくれませんか。Don't forget we've been there before. So don't let